言おうと思ったんだ。お前が世界のどこにいても俺が必ずもう一度会いに行くって。確かなことが一つだけある。私たちは会えば絶対すぐに分かる。お前は誰だ。覚えてない。名前は。あなたの名前は。朝目が覚めるとなぜか泣いている。あれ、私、ミツハ、逃げろ。見ていたはずの夢はいつも思い出せない。変な夢。なんか別の人の人生の夢。違う、夢じゃなかった。これってもしかして。おかけになった電話は電波の届かない。あなたは誰。あいつに会ってみたかった。多分あの日から。彗星が2つに分裂し無数の流星が発生しています。それはまるで夢の景色のように美しい眺めだった。あいつに会うために来た。ミツハ、君の名前は。もういいよ、君は派手なくらいや。大丈夫、覚えてる。絶対に忘れない。滝君、君の名前は。誰だ。大丈夫、まだきっと間に合う。俺はどうしてここに来た。あの人は誰。忘れたくない人。忘れたくなかった人。忘れちゃダメな人。君の名前は。名前は。